はい、こんにちは、りょうです。本日の映画感想は、静かなドン3です。これはね、香川さんの主演のやつです。はい、今度はね、奇襲組とね、全面戦争になってしまうんですけれども、ね、ナルトさんが、撃たれて、病院送りになって、それでね、報復でね、もうみんな行くんですけれども、もうことごとくやられちゃうっていうね、どうして、そして、萩野さんも、さらわれちゃってっていう。そしてまたしてもね、静谷は沈黙して動かないと。まあ、静かなるドンですね。をやってるわけですけども、最後のね、銃撃戦シーンで、誰一人も当たらなかったっていうのはね、まあ、面白かったですね。あんだけ撃ってたらね、誰かしらに当たるだろうって思うんですけれども。そしてね、またしてもね、奇襲組の、まあね、勃発しかけて、まあ、最後ね、無事に取り返すんですけれども、またこっからね、まあ、序章に過ぎない勃発ですからね。これから、まあ、奇襲会と、どうなっていくのかっていうのがね、また次の見どころではないでしょうか。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。